主役、沖口優奈です。違います。主役でしょ。うるさい今日の主役、うるさい沖口優奈です。うわ、偉そうなピーだぜ。まったく、なんかみんなが誕生会開いてくれるっていうことなので、沖口優奈26歳バースデー企画をやっていきたいと思います。私、本日主役です。沖口です。よろしくお願いします。のおじゃあ、今日の脇役の皆さんご挨拶していただいて。はい、どうも、私、山本春です。あ、あんま脇役が来ないでもらって、お付き役なんで、お付きやらせてもらってますんで。よろしく。右側も、はい、あ、ということで、ゆうなちゃんと違ってピチピチの16歳、宇佐美空でございます。よろしくお願いいたします。わー、私をさ、気持ちよくさ、させてくれる企画じゃないの？そうですね、失礼いたしました。はい、頑張ってました。今日はなんか、ね、私が誕生日ということで、はい、あの主役なのでしっかりと持ち上げていただけるようによろしくお願いいたします。よっこら小一。まあ私なんか MC やってるんですけど、うん、何やるかあんま分かってなくて、うんうん、なんかやるんだよね今日、はい、私にちなんだ企画。そうです、何でしたっけ企画って。何だっけ。読んでください。本日メンバースタッフからゆうなさんへの感謝意を集めてます。うわー、よいよい、それ嬉しい。え、それをクイズ形式で行います。クイズ形式、うん、オッケー、当てるってことね。第1問目、はい、でるん、当てる。これは初級です。初級問題、うさみさんからです。空のこと、丸々なとこ。これゆなちゃんの感謝エピソードですよね。なんで怒りに怒ってんのこれ。これそのままコピペしました。怒ってんのなんか、うん、この〇〇の文字数は関係ないんですけど。関係ない。なんだろう、え、自分でも空のこと〇〇なとこ、感謝エピ送ったんだよね。え、感謝してるから送ったってことだよね。はい、じゃあお答えください。あ、むずいな。いや、むずい。それちゃんが書いたんでしょ。え、でもこれしか思いつかないんだけど。いや、もうこれしか思いつかない。なんだろう、待って、思いつかない。思いつかないじゃなくて書いたんだよね。なんだろう、初級だからね。だって自信あるね。あるんです。じゃあね、待って、本人がこんな遅いことあるね、思ってないってことじゃん、それって。だからとりあえず送ってくださいって言われて。よく、え、そんな悩むことある？あ、オッケー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 、行きました。怖い。書いたんだよね。書いてない。多分忘れてるだけだと。え、感謝してること忘れることある？はい、はい。じゃあ一斉に出しましょうか。はい。それでは一斉に回答オープン。せーの、どうぞ。空のこと大嫌いなとこ。ん、え、空のこと甘やかすこと。え、空のこと大好き。大嫌いなとこって何？え、おい、何何？答えいきます、ね。答え、お願いします。怖い。じゃじゃん。ほら、大好きなとこ。え、全く同じじゃん。ちょっと、すごい。すごい。え、ちょっと待って、待って。え、どういうこと？待って、あの、これ文章間違えてたかも。どういうこと？どういうこと？え、怖い！ゆうなちゃんが感謝エピソード。どういうこと？どういうこと？何、大嫌いなとこ。嫌いだっけ、私、空のこと。え、そんなムーブある？しかもさ、自分が嫌われてるところに感謝してるってことでしょ。ゆなちゃん、前に嫌いって言ったじゃん。はい、言ったっけな。私、人に嫌いって言うことないんだけど、あんまり。なんか夢かもしんないけど。夢よ、夢。感謝エピで送ったんだよね、これ。ちょらちゃん、感謝エピで送ったんだよね、これ。やばい、じゃあ、どんどん言いましょうか。怒るとペンが出る。はい、なんだよね、ソラちゃん。あ、ソラちゃんの問題だよね。確認だけども。わかんない。怖い。わかんないかも。怖い。ちょっと結構真面目だよね。この2日間でなんか入れ替わっちゃったんだ、人格が。じゃあ、岩佐さんからです。おあら、エピソードじゃなくて申し訳ないんですが、うん、好きなところ1個送ります。はい。靴を作成するときに、色味や配置など細かいところまで意見を持っていて、〇〇のことをしっかり考えているところ。余裕っちです。余裕っちです。え、これも初級ですよね。初級です。だってこの文章で当てはまる。え、待って、どっち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 だと思う。何どっちって、もう一択なんだけど。二択だよ。なんで二択二択。じゃあ、分かった。
まあ、嬉しいな、なんかこのスタッフさんからももらえるって。待って、どっちだろう。どっちって何？ああ、どっちってこと？なるほどね。はい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 。いや、もうそのこれでいく。グッズだからね。これでいく。OK、はい、です。せーので出しましょう。はい。せーの。ペロン。お、マジファン。マジファン。自分が一番目立つデザインばっか提案する。そんな風に思ってたんだ、ソラちゃん。ユナのこと。そういう風に思ってたんだ。うん、夢かもしんない。え、今日誕生日企画だよね。夢かも、夢かも。あ、そんな夢に私出て、ごめんね、何ごめんね、キモい、やだ、キモいから、ちょっと触らないで、カットで、触らないで。では正解を、はい、でも正解でしょ。じゃじゃん。あ、受け取るファンの皆さんのことをしっかり考えてるところ。でもなんか合ってます。合ってる、合ってる、ピンポーン。惜しいかも。え、惜しくないよ、ね、ないだろ。それじゃ待って、消す前です。え、そう思ってるってこと、ユナのこと。ユナが一番目立つデザインばっか描いてるってこと。じゃあ大丈夫だよ、じゃない。みんな、みんなの、みんなのこと考えてんだから。言わない約束でしょ。いや、じゃあ、あ、じゃあ静かに、静かにして。デザインみんな一緒だし、はい、じゃあ静かに。はい、じゃあ次の、次のもの行く。はい、次の、はい、次の商品じゃなくて。次はちょっと学業でお休みしている吉澤様から、あ、あら、素敵なメッセージいただきます。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いきます。コンビニで買った〇〇一つくれる。一つしかくれないってことに。私のことって物を配りおばさんとしてしか感謝してないってこと。一つしかくれないってこと。なんだ、コンビニで買ったまるまる一つくれる。あ、でも分かったかも。全然分かんない。結構はるかにあげてるかも、これ。はるかちゃんに。うん、やった。なんかはるかが好きそうな、好きだからなんだろうね、多分。絶対はるかちゃん好きじゃねえんだけど。にしてもエピソードが薄いな。なに、なに、はるかちゃんに。もっとな、分かった、もっと内面的な、分かった、内面的なとこ見てほしい。いや、内面って心が広いってことだよ。あ、そういうことくれるのがってこと。オッケーです、書けました。オッケー。おい、書けた。じゃあ一斉に答えオープンしましょう。せーの、でん、唐揚げくん。あ、グミ、グミ。ウィダーのラムネの味の蓋。開けたことないわ、みたいな。怖い。でもなんかよく飲んで飲みるなと思って。この前ね、どうしたの今日、そらちゃん。しかも、はるかいなかったし、その時。確かに。じゃあ、蓋なの。ね、蓋って。でもなんか、まあ、よく飲んでるからな。違う違う違う、この前ね、誰が飲んでるからな。よく飲んでたの、1年前だし。確かに。なんか最近バズっちゃって。なんか、ゲストも、まだ答え発表してない。絶対合ってると思う、これ。え、そうかも。なんか心当たりあるかも。じゃあ答えお願いします。コンビニで買った辛い唐揚げ5個は多いからって一つくれる。これだ、これだ。唐揚げくれたもん、絶対に。辛い唐揚げ5個は多いからってなので。あー、これも惜しくない。惜しくない、惜しくない捨ててください、こんなのは。もうすぐに。なに、蓋って何。しかもでもほとんど合ってるよ、あんな。絶対だって唐揚げくんレストだもん、ゆうだちゃん。そう、でも違うよ。多いからってくれんだから。優しさじゃなくて、優しさじゃなくて、多いからってくれんだよ。それ自分のことちょっと優しくないみたいな言い方。いや、でも優しいよ。あ、優しい、優しい。多いからっていう枕言葉をつけて気使わせないようにあげてんだから。うわー、もう何個も先の優しさよ、そんな。ただあげるだけの優しさじゃなくて、相手を気使わせない優しさを持ってんだから。次、はい、次。奥田さんからです。お、うわ、奥田さん、奥田さんから。一番最初に書いてあるコメントをあげてほしいです。おきぐしさん、はい、丸々。私は日頃イベントやオンライン特典会の内容を考えたりしていますが、いろいろ配信が足りていないような思いつきの企画案も配慮、ね、いろいろ配慮が足りてないよって言っても配信、配信いろいろ配信配慮が足りてない、いろいろ配慮が足りていないような思いつきの企画案も、うん、意図を読み取って成立させてくれて本当に助かってます、うん、これからもニッチなことやりましょう、うん、沖口さん尊敬してます。わー、嬉しい。わー、沖口さん丸丸エハン、もう分かったよこれ。もう多くだし、これはこれしかないだろ。もうこれだろ、これだろ。ね、おひぐしさん丸丸って何？ね。ちなみに皆さんにはおひぐしさん大好きエピソードを送ってくださいっていう風に言って、これが
あ、めっちゃ自信ある。超自信ある。ねこっち向いて。もうじあのちょっとごめんなさい、あのちょっと期待してないんで、もう何してんの、何してんの。はい、じゃあみんなの答えオープンします。せーの、おきぐちさん、せきしまよると、いやおかしい、大久田さんが言ったけど、おきぐちさん天才、おきぐちさんもうあらさってことは花のもしかしてなんか超喧嘩ってくるんですけど、誕生日喧嘩、ね、誕生日喧嘩、違うのかな、ね、誕生日喧嘩なのに、え、困ってるんですよ。でも、まあ、セクシーバイオレットは確かにあの大久田さんが言ってたのもう見た瞬間に、あ、おきぐちさんセクシーバイオレットなんだと思って、そう、それはもう真剣にかけて、ウッタもアラスカだなと思って、うん、誕生日なのよ、私アラスカのこと関係ないし、エピソードに、しかもまあ、さらに、まあでも、そう、まあ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 、じゃあ、答えお願いします。よいしょ。おきぐちさん。お誕生日おめでとうございます。え？いや、 やっぱり惜しくない？惜しくないよ、惜しくないよ。なぜか、お誕生日おめでとうございますが、一部目に入って。あ、だからもう、お祝いの気持ちが先走っちゃってるんだ。愛だよ、愛。嬉しいよね、でも確かにそうだ、お誕生日で使うからっていうので、多分、はい、恥ずかしい天才だと思ってんの、自分のこと。ウケる、ウケる、ゆなちゃんウケる、おいおいおい、okay. なんか私の右隣の人ずっとなんか喧嘩で、次行きますか、はい、これは山本さんから、あ、私来た、え、覚えてる、長っマジで空のこと嫌いなんだ。違う、何、怖いよ、何なのその感じ言ったっけ、これさ流れに行ってたらさ、何、呪ってない、なんか、ね、なんか怖い、何、怖いんだけど、何、はい、ラジパンの〇〇〇〇、2022年のハロウィンツアー仙台公演でゆなちゃんがお休みした時、ワンマンライブなどいつもゆなちゃんが分担していた MC を私一人で担当することになって、まとめなきゃいけないとか、周りをいつも以上に見て話さなきゃいけないとか考えてパフォーマンスをしていたら、いつも勢いと気合いと、自分の好きを全力でパフォーマンスにぶつけられているのはゆなちゃんが周りをよく見てまとめてくれているからだなと改めて存在の大きさに気づきました。あ、もう嬉しいかも、もうこれで十分だわ、うん、でも花、頭なんて書いたか覚えてんの？みんな覚えてないわけ、なんだっけ、もう一回読むね、いい、ちょっと分からない、じゃあ自分で読んでるじゃあこっちはシンキングタイム入るんで、マジパンの〇〇〇、あ、いいいいいい、喋らなくていいよ、いや、これ本当に話と書いた、公園でゆなちゃんが休みした時、ワンマンライブでいつもゆなちゃんを担当して、これさ、わかんないんだけど、意味が、どういうこと、意味が、私の文章が下手くそ、バカになっちゃった、急に、あ、だから待って、タイトルだよ、タイトル、あ、タイトルね、タイトル、タイトルか、タイトルでエピソードトークしてる、多分そういうことか、え、だってエピソードくださいって言われましたよね、うん、そうそうそう、さなちゃんだけちゃんと言ったものに対して送ってくれたんだけど、みんながなぜか一言しか言わない、ほんと、もうマジパンのみんな、もうそういうとこあるからな、ほんとにちょっと、うん、呪いの文章書いたんかと思った、うん、いやでも超嬉しいわ、これ、おー、え、じゃ、なんだっけ、ほら、忘れることある、感謝してんだよね、違う、感謝してんだよ、でもなんかすっごいタイトルをめっちゃ悩んだの、一番、あ、だからやっぱタイトルなんだ、これは、うん、絶対これだわ、合ってた、これ結構自信あるかも、でも、そう、え、待って、ない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 、なんで本人がないわけ、これは使ったっていうワードはわかる、うん、もういいやじゃん、もういいやじゃん、感謝してるんですよね、感謝意味ですよね、感謝してます、はい、いつも日頃、はい、常々感謝しております、はい、じゃあみんなの回答オープンします、せーの、偉大な母、お、マジパンのお母さん、セクシーバイオレット、ウォキ口へ、ねえ、かぶってし、さっきのなんか、かぶってし、セクシーバイオレットかぶってし、うん、さっきの、しかも、終わって書くの、そらちゃんしかいないから、ウォキ口、ウォキ口、いや、花が急にウォキ口になる、お母さんでもよく言ってるもん、ほら、ね、お母さんってよく言われる、え、この、でも、偉大は絶対入れたの、あ、偉大な、なんちゃらみたいなこと、うん、入れたいなって思って、でもね、でもそれはもう、お母さんと悩んだの。うん、うん、お母さんと悩んでる、お母さんと悩んでる、お母さんと悩んでる、怖い、こっちが採用されるわけで、インパクトあるから、なんかこっちの方が、ああ、まあ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 、じゃあ回答お願いします、
イライラ耐えれるお姉ちゃん。ああ、なんでさ、この2日間でちょっと年齢上がってるわけ。お姉ちゃんから離れて、ごめん、もう一回ちょっと、いや、言えいいよ、別に。しかも結局、はぁって書いてくる。すぐ消しなじゃん、もう。ゆうなさん、ポニーテールと悩んだ。私もそうだよ。うん、あ、ありがとう。何を、うん、でもどれを、ね、どれを好きなの、どれが好きなの。私も好き。座ってもらって、うん、ちょっと一回座っていただいて。私も好き。ありがとうございます。怖い、急に演劇モード入っちゃった。なんかだけど劇団四季かな。何、ありがとう、遠慮しなくていいから。何を遠慮してた、私。ちょっと次行こうか、もう。怖いね、怖いね。返事はしなくていいから。返事しなくていいんだ。プレバート、じゃあ戻ってきてもらって、ちょっと一度戻ってきていただいて。待って、今回って何の企画ですか。頭おかしくなっちゃってる、うん、ね、そうちゃん、ちょっとおかしくなっちゃった。実は別企画をしていました。あ、そらちゃんだけってこと。なんだと思いますか。え、そうちゃんが頭おかしい。あ、分かったなんかそらちゃんが急にバラエティやってくる。あんちゃんはなんと、え、そらちゃんが変。あ、分かった、変なこと言ってゆうなちゃんを怒らせる。これだ、そういうこと。うわあ、学校じゃないの、うん、私はもうかれこれ2時間前から待機してるわよ。え、マジいたの。うわマジ、ね、こっち見て。あー、もう吉沢になっちゃってるんだ。そうが、こういう感じでみんなの様子を見ながら私はそらちゃんに指示を出します。面白いこれ。うるさい、うるさいって言ったよ、うるさいって。そらちゃんがゆなちゃんに向かってうるさいって言ってる。おけ口いいって言って。で、そらのこと大嫌いなとこって言って、泣いて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 泣き騒いで。そらちゃん涙出せるでしょ。女優さみそら。現場混乱。ゆらちゃん前に嫌いって言ったじゃん。あ、自分が一番目立つデザインばっかり提案する。絶対そらちゃんこんなん言わない。でも実際はそんなことないですよ、実際はね。あ、じゃあゆうなちゃんはあのウィダーのラムネ味が好きだから、ウィダーのラムネ味の蓋、ちょっとマニアックなとこを攻めてみましょう。じゃあ桶口さん、もうアラサー。怒ってます、ゆうなちゃん怒ってます。また空のこと嫌いなんだって泣いて。じゃあセクシーバイオレット桶口へ、桶口へって、私も好きって真剣な顔で言って。立ち上がってミュージカル風に好きを伝えて。返事は今じゃなくていいからって。返事はなくていいから。返事はなくていいから。遠慮しなくていいからじゃない。今日お腹痛いんだなと思って気づかなかった全然。
なんか、うん、いや本当にあのはるかがいるっていうの全く気づかなかった、ね、本当にそらちゃんが急になんかバラエティやってこえそうそうそうそらちゃん面白いなと思って今日小本さんに今日面白かったありがとうごめんなさいありがとうゆうなちゃんことおきくちとか言わないじゃん、うん、絶対、うん、言わない言わないかっこ5も言わないかっこ5も言わないていうかもうずっと言わない、うん、全部なんか今日そらちゃん別人だなはるかだったんだ、ね、急に劇団始まったのもはるかちゃんそう全部やらせた あれめちゃくちゃ面白くなかったそれはその気づいてほしかったじゃなくてただそらちゃんにやらせて始まったんですよ最悪だは返事はしなくていいからって言ったのか影響しなくていいからって聞き間違えてるよ喋りながらやってるから声だけ入っちゃってんだなんかそらちゃんおかしいなと思ってたけど、うん、まさかはるかが中にいると思わなかったね思わなかった中にそういただから今日のそらちゃんはお腹痛くて頑張っちゃってるそらちゃんだと思ってでもあれだねこの企画で一番怪我したのはそらちゃんだ ね, ねちゃんだねいやでもねこのまあはるかとそらちゃんといえばまあそらちゃんといえばさドッキリで仕掛けられたそうだねだから仕掛け返してやろうと思って私もなんか知らないけどあの仕掛ける側だったはずが仕掛けられてる側みたいな確かにそうだそうだそうだで今回ねそう、ちょっとね、うん、もう頑張っちゃおうと思って頑張って変な方に頑張っちゃおうえ、じゃああのさトントンってしてごめんねって言ってきたのもあれだったの途中からもうゆうなちゃんが一切こっちを見てくれなくなったのねだからあんま目合わせて絡みたくないから絡みづらいも女になってるからそうやっちゃん、本当に別人格映り込んだんかなと思って、ね、今思うともうはるかが完全に遊んじゃってたね嫌いって言ってたねあ、大丈夫今はショラ今はただただ面白くないショラでしょ回答もやったけどその回答の合間とかも言ってたそうそうそうやばいあそうだ、ね、発する言葉がじゃあ今日の発言全部はるかが、うん、ここに自我も出てるいいですか1個1個なんか最初によくない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 それ言ってない言ってない変なこと言わないよこら小一のか言ってなかったこれ言っとかないと確かにはるかのセンスだと思われちゃうから思われちゃうか言うなよあれははるかのセンスだと思われたら言われたら言われたら言ってきますよこら小一のやないでよあれだけは空の自我自我自我の芽生えせーのドッキリ大成功ドッキリかかった感じもあんましてないのに、ね、してないちょっとなんかもうただただショラちゃんが絡みづらい女になってたっていう気だった今後がちょっと心配だねまあ自分でもちょっと不安ですけどでも楽しかったわ仕掛け人やってみて仕掛け人やってみて死されるの楽だなと思ったあ確かにね自分で考えて考えてないけどねすっごい大変なだけなんだよねこれねさあとの人はさ長文だったけどさソラ、うんうん、ちゃんとかはるかとか短い文章だったから、うんうん最初に見せてもらった時に見ちゃったね大好きって、うん、ああなんか引っ張られちゃうんだそれそうだからやばいまあでもなんかいいねなんか騙されるよ面白いあでもこれは騙されたのかもしれないはるかがいるっていうのは全く気づかなかったから、ね、気づかなかったじゃあ最高成功じゃんそのビデオツアーはつながってるけど、うん、こっちの温度感が分かんないから確かにだからちょっと劇団とかさせちゃったけど地獄だったよね見てあの後で見て、うん、本当にやばいよまあ今日じゃあ2人が頑張って仕掛けてくれたということで、はいうん、はるかいないと思ってたので誕生会に参加してもらえて嬉しかったです、うん、お誕生日おめでとうありがとういつもありがとうありがとうございます大好きだよ待って待ってるそう待ってる待ってるよほらこれはこれはこれはアドリブあそれは指示してないですえ面白くないショラちゃんでしたバイ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 この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメント、友達への共有してねーまた来週また来週結構長いのかしら